はい、こんにちは、あやべです。あやべです。おはよう。さあ、2020年どんな年でしたか？まだ始まったばかりです、ね。まあ、今年の抱負というか、まあ、個人的なものですね。あやべ的にもですね、まあ、僕個人的には、原点回帰というテーマをね、今年それで1年過ごしてきたわけですけど。赤ちゃん戻り。赤ちゃんそこまで戻っちゃう、はい。まあでもなんかそれができた1年だったんじゃないかなと思っております、うん。はい、なので来年もよろしくお願いします。抱負じゃなくて言葉に頼りすぎるこの一着化粧何も